FM ギノワをお聞きの皆さん、おはようございます。2月12日、時刻は7時35分を回りました。金曜日担当、あずあずことノーミヤズさんのモーニングエイト、19回目、今日も元気にお付き合いください。それでは、モーニングエイト1時間半の生放送スタートです。改めましておはようございます。時刻は7時35分を回りました。FM ギノワンモーニングエイト2月12日、これから生放送でお届けいたします。ギノワン四季うな、ギノワンヒルズ通り沿いにあります FM ギノワンのスタジオから金曜日担当の私、ノーミヤズサが生放送でお送りいたします。さあ、沖縄はですね、今日はあったかいですね。まあ、ちょっと昨日の夜天気も悪かったりしたんですけれども、夜寝てるときは、なんか布団かぶんなくてもいいぐらい暖かくてですね、夜ちょっといつも通りの格好をしてたら起きるぐらい、今日は、とっても暖かいんですけれども、まあ、昨日は祝日だったということで、まあ、土日お休みの人もね、お仕事いると思いますけれども、金曜日お休み取って連休にしてる人も、中にはいるんじゃないでしょうか。今日の週末は日曜日バレンタインデーということで、今日のねテーマなんですけれども、実はまあ金曜日だし、まあ週末直前なので、バレンタインにしようと一週間前から思っていたんですが、しかし昨日のイーズの放送をチェックすると、まさかのなんと今日のテーマはバレンタインデーにしますと、書いてあったので、お、これは被ったなということでですね。まあ、でも、バレンタインの話題多分皆さんもたくさんあると思いますので、バレンタイン関係のテーマで今日は、お菓子に、限定してですね、メッセージを募集したいと思います。あなたは和菓子派、洋菓子派でメッセージを募集したいと思います。まあ、お菓子、甘いの好きな人、そうじゃない人いると思いますけれども、チョコレートが苦手な人でも、和菓子、あんこだったら食べられますよという人も結構ね、私の周りにいますので、洋菓子が好きなのか、和菓子が好きなのか、普段好きなお菓子とか、まあ、自分のご褒美にね、食べるんだったらこれとか、そういうメッセージがあればぜひ送っていただきたいと思います。お菓子の話題、何でも結構ですので、ぜひ送ってください。今日のテーマはお菓子。あなたは和菓子派、洋菓子派です。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com でお待ちしています。また、ユーストリームで、FM ギノワンでは、ユーストリームとツイキャスでも映像と音声をネットで配信しています。こちらは、FM ギノワンのホームページから見ることができますので、ぜひ、こちらもチェックしてください。ツイッターともね、連動しているので、ぜひ、たくさんツイートしていただきたいと思います。さあ、ということで、まあ、今日のオープニングナンバーなんですが、これ、昨日、ここ数日流したかな？バレンタインといえば、この曲ということで、まあ、お気づきの方もいると思いますが、バレンタインキス、国生さゆりさん、この曲でオープニングいきたいと思います。それではお聴きください。国生さゆりで、バレンタインキス。
時刻は7時42分を回りました。 79.7MHz 宜野湾よりお天気交通情報をお伝えします。まずは沖縄の天気からお伝えします。今日12日の天気は曇りで、朝は一時雨が降るでしょう。波は3メートル、降水確率は朝から昼にかけて 60%、 昼から夜中にかけて 30% の予報です。今日の那覇の日中の最高気温は24度となっています。明日13日は曇りで時々晴れで、夜遅くに雨が降るでしょう。波は3メートルのでうねりを伴う予報となっています。明日の朝の降水確率は 20%、 昼から夕方も 20%、 夕方から夜中にかけては 60% の予報となっています。明日朝の那覇の最低気温は21度、日中の最高気温は26度となっています。今日、4時39分沖縄気象台発表の天気概況です。今日12日は沖縄本島地方は湿った空気の影響で曇りの天気で、朝は一時雨が降るでしょう。明日13日は湿った空気の影響で曇りの天気で、夜遅く雨が降る見込みです。沖縄本島地方と先島諸島では今日12日南東または南の風が強く吹くでしょう。強風に注意してください。そして週間天気予報をお伝えいたします。向こう1週間は期間の始めと終わりは高気圧に覆われて晴れる日が多く、中頃は湿った気流や寒気の影響で曇りや雨の日が多いでしょう。14日は荒れた天気となるところがある見込みです。15日にかけて強風と高波に注意してください。最高気温、最低気温はともに期間の前半は平年より高く、平年よりかなり高い日があるでしょう。期間の後半は平年より低く、平年よりかなり低い日もある見込みです。降水量は沖縄本島地方と大東島地方は平年並みで、先島諸島は平年より少ないでしょう。ということで、1週間のお天気、今日も雨が降ることがあるとお伝えしましたが、週末は曇りのち一時雨となっていますね。毎週末土日は必ずどちらかなんかこう雨が降っているようなお天気が多いですけれども、今週も変わらずということですが、週明け、晴れ間が戻ってきそうです。気温はね、ここから先数日暖かいようですので、あまりね、着込まずにお出かけした方がいいと思います。さあ、続いて交通情報をお伝えしましょう。まずは、沖縄自動車道です。さあ、沖縄自動車道、伊芸サービスエリアから夜間インターチェンジ、上り下りともに工事のため対面通行となっています。そして、宜野座インターチェンジから巨大インターチェンジ付近にかけて、こちらも上り下りともに、対面通行、工事のため対面通行となっています。昨日ね、休みだったから私北部に行ってきたんですけど、あまりね、朝この放送してると、高速道路の交通情報って、あんまり影響を受けてないんじゃないかなって思ってたんですけど、結構祝日になるとね、夕方とか、この工事が行われてて対面通行だけでね、だいぶね、渋滞してるなっていう印象を受けましたので、連休を取ってて北部に行かれる方は、少し行き帰り時間がかかることもあるかもしれません。さあ、そして、一般道です。今日はですね、大蛇名交差点付近、南向きですね、那覇向きに大蛇名交差点から牧港交差点にかけて渋滞が発生しています。そして前原交差点から大蛇名交差点にかけて58号線向けに、こちらも一部混雑が発生しています。その他公園交差点付近も、少し混雑が見られるようですので、今からお仕事、それからお出かけされる方は、お気をつけて、運転されてください。ということで、この時間は、お天気交通情報をお伝えいたしました。さあ、
ます。それでは今日のテーマをもう一度発表しておきましょう。今日はね、まあ週末バレンタインということで、バレンタインでも、お菓子に、テーマを絞ってですね、皆さんのメッセージを募集していきたいと思います。甘いのが好きな人、そうじゃない人、いると思いますけれども、皆さんは和菓子派なのか洋菓子派なのか、ぜひメッセージで送っていただきたいと思います。昨日のですね、木曜日、モーニング8担当のイズからもコメントが来ております。あずささん、おはようございます。テーマ、お菓子、あなたは和菓子派洋菓子派。あー、この2択悩みますね。和菓子も好きだし洋菓子も捨てがたいんですよね。和菓子って洋菓子に比べたら食べる機会って少ないですよね。イズはね、和菓子派だそうです。今回は和菓子にしようかなということで、やっぱり日本人なので、お茶とセットの和菓子はたまらないです。でも洋菓子も好きですよ。今日もあずささん元気いっぱいに頑張ってくださいと、イズからメッセージをいただいております。そうね、和菓子の方が食べる頻度は、少ないね。私もね、普段家ではお菓子そんなにたくさん置かないんですけど、あえてどっちを買いますかって言われたら和菓子かな。やっぱりね、なんだろう、その和菓子って見た目も綺麗だし、自分じゃなかなか作れないものも多かったりするじゃないですか。で、結構年齢問わず万人受けするし、私もどっちかといえばあえて買うなら和菓子かな。まあ、甘いの苦手な人はあんこだったら食べられるという人もいると思いますけれど、皆さんが好きな和菓子、洋菓子、一体何なのか教えていただきたいと思います。はい、ということでですね、ツイキャスでもメッセージが来ております。ハチさんからいただきました。おはようございます。洋菓子も和菓子も捨てがたい。はい、そうですね。甘いの好きな方はね、どっちも選べないよと、多分イーズもそっち派だと思うんですけど、そういう方もいるんじゃないでしょうか。別にどっちが、いいか絞る必要はありませんので、皆さんの好きな和菓子洋菓子、ぜひ具体的にね教えていただきたいと思います。バレンタインの時に、自分で作ったことがあるよとか、そういう話もあれば送っていただきたいと思います。今日はね、私がよく作る、まあ、和菓子、お菓子のレシピとかね、そういうのもお話ししていきたいと思いますので、楽しみにしておいてください。さあ、ということでメッセージこちらにお寄せください。 79.797@fmginowan.com、 メールアドレスは 797@fmginowan.com でお待ちしています。FM ギノワンではですね、ツイキャス、それからユーストリームでも、コメントを募集しておりますので、ぜひこちらからも番組に参加していただきたいと思います。すでにね、番組ご覧になっている方、一服堂さん、おはようございますとメッセージが来ています。そして太郎介さん、のほん、あずさん、ゆきちゃん、おはよう、仕事行ってきますということで、皆さん今日ね、仕事に行く方もたくさんいらっしゃると思いますので、元気に頑張ってください。それではここで、一曲お届けいたしましょう。今日は食べ物に関するね話題、それからバレンタインに聞きたい曲などを持ってきました。それではお聞きください。生き物がかりで恋する乙女。
さあ、それではここで今日は何の日のコーナーです。まずはですね、沖縄手帳からご紹介します。今日2月12日、旧暦の1月5日にあたります。満潮が、夜の9時57分、干潮は午後3時56分となっています。いつもはですね、ここで今日沖縄手帳に載っている何があったかご紹介するんですが、珍しくね、今日は何も書いておりません。はい。今週一週間の中でここだけ空欄ですね。週末はですね、瀬底大橋が土曜日開通した日だそうです。あとは、女子プロゴルフワールド杯で宮里藍選手が初代世界一に2005年になったのが明日だということですね。そして、14日は、バレンタインと書かれております。今日のテーマはね、お菓子についてなので、後でメッセージもぜひ送っていただきたいと思います。さあ、他にもですね、今日は私が調べたところによると、ブラジャーの日だということです。ワコールが制定したそうで、今はですね、日本ボディファッション協会が実施しているということなんですが、1913年のこの日に、アメリカ人の女性のマリー・フェルブ・ジャコブ、が、ブラジャーの原型となるものを、の特許をね、取得した日だということで、その当時はですね、ハンカチをリボンで結んだだけっていう単純な、ブラジャーだったそうですよ。はい。で、それまではね、ブラジャーが発明されるまでは、胸から腰にかけてのよくね、西洋の映画とかでも出てくると思うんですが、コルセットで体を締め付けていたのが、まあ、一般的だったということで、きっとね、世の女性にとって楽で、快適な、画期的なものだったんじゃないでしょうか。今日はブラジャーの日、ワコールが制定した日だということです。そして、あとはですね、1961年、ソ連が人工衛星から有人の金星ロケットの発射に成功した日、あとは、これはちょっと過去の事件ですが、1985年、怪人21面相が脅迫状付きの毒入りチョコをばらまくという事件があったということです。なんか、ドラマみたいな話ですけれどもね。そして今日の誕生日はですね、アメリカの16代大統領、リンカーン、今日誕生日だったそうです。あとは、ジャーナリストの木村太郎さん、それから、登山家の上村直樹さん、などが今日誕生日だそうです。誕生花は狐の孫、花言葉は可憐美の極致だそうです。今日お誕生日の方おめでとうございます。さあ、ということで、今日は何の日を、お伝えいたしました。ここで一曲お伝えいたしましょう。お聴きください。パフュームでチョコレートディスコ。
この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えします。まずは琉球新報総合面からお伝えいたします。県新制度、子どもの医療費助成、貧困世帯窓口負担ゼロ。県は2016年度から市町村と連携し、経済困窮により子どもたちに対する医療費の支払いが困難な世帯を対象に、子どもの医療費の貸付制度を新たに始めることが11日までに分かりました。貸付ですが、市町村が充当し、利用者の実質負担はないということで、県内初の制度で実施主体は市町村となる予定です。16年度の秋から順次導入を目指し、現行の助成制度では、診察時に保護者が一旦立て替えしなければならず、立て替えが困難な保護者が一部いたために、子どもの受診控えが課題となっていたものを解消する考えで、県は子どもに受診を我慢させないでいいように、医療費の負担を軽減させたいと導入の意義を話しました。続いて琉球新報、地域面から2つ記事をお伝えいたします。阪神鳥谷選手、子ども病院訪れ激励。プロ野球阪神タイガースの鳥谷隆選手が5日、早原町の南部医療センター、子ども医療センターを訪れ、病気と戦う子どもたちを励ましました。鳥谷選手は病室を一部屋ずつ回り、子どもたちと握手したり、笑顔で記念写真に応じたり、子どもたちを励ましました。全員にサイン色紙を送り、子どもたちに喜んでもらえるような元気なプレーをしたいと決意を決めました。続いてもう一つ、お伝えします。渡嘉敷マラソン中止、諦めきれず島を完走。住民協力本番同様に。第11回渡嘉敷マラソンに初めてエントリーした東京のチーム、カロランブの8人が大会の中止を諦めきれずに当日島に渡り、島民ランナーらの協力で雨風のが降る中、マラソンコースを本番同様に走りました。全員が完走を果たして感激に浸りましたが、こちらは島民のランナー3人も一緒にコースを走ることになり、住民の協力が本番同様に行われたということです。続いて沖縄タイムスの地域面からお伝えします。宜野湾市我如古に巨大迷路、多くの子どもが挑戦。宜野湾市の我如古児童センターに5日6日の両日、巨大迷路が出現し、多くの子どもたちが楽しみました。迷路は人気テレビアニメサザエさんの街がモチーフで、子どもたちはデコボコの発泡スチロールが敷かれた道で滑りそうになりながらも、敷き詰められた風船を割らないようにしながら楽しそうに進みました。若竹保育園のみんなと遊びに来た6歳の女の子は、紐の間を通ったり、猫の足跡を通ったり、全部面白かった。一番はお買い物をするところが楽しかったと話してくれました。この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えしました。
時刻は8時6分を回りました。宜野湾市喜友名宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオからモーニング8金曜日担当あずあずことのおみあずさが生放送でお送りしています。さあこの番組では皆様からのリクエストやメッセージ募集しています。今日のメールのテーマはお菓子、あなたは和菓子派、洋菓子派です。なかなか選べない人もいると思いますけれども、具体的にね、お菓子一体何が好きなのか、あ、まあ朝ですのでね、まだ朝ごはん食べてない方もいらっしゃると思いますが、お腹空いてる方、今何が食べたいかぜひ送っていただきたいと思います。バレンタイン近いのでね、お菓子関連で作ったことあるものとか、あとはもらったことのあるお菓子なんかもぜひメッセージで送っていただきたいと思います。メールアドレスは 797@fmginowan.com、 メールアドレスは 797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではユーストリーム、ツイキャスでも映像と音声をネットで配信しています。こちらはですね、FM ギノワンのホームページから見ることができますので、ぜひこちらからもね、参加していただきたいと思います。この後のモーニングエイトでは、割った自慢自慢のコーナー、それから、いつもでしたらね、宜野湾市の週末のイベントを紹介するコーナー、私のコーナーがあるんですが、今日はあのライブの告知の音源が届いているということで、そちらを流したいと思います。そして、メールメッセージボックスのコーナー、朝8時半からは突撃朝ごはん、私の、知り合い、パーソナリティの知り合いに電話をかけて、突然朝ごはんを聞くというコーナーがあります。そして、番組の後半ではチュラガンジュ体操をお届けしますので、どうぞ最後までお楽しみください。さあとりあえず それではですね、皆さんからのメッセージ紹介していきたいと思います。さあツイキャスでもコメントをいただいておりますけれども、中野町の和樹さん、メッセージありがとうございます。和菓子ならモナカ、あーモナカ長らく食べてないな。洋菓子ならマカロンが、あ苦手かいありがとう、いいねそのメッセージ。今私好きなのかなと思って、洋菓子ならマカロン好きって、なんかメンズなのにすごいおしゃれだなと思ったけど、苦手なのね。あーこれねわかるわ、ちょっとあのねマカロン私も苦手なんだよね。なんてなんでか当ててあげようか。あのね、食べた気がしないから、じゃない？だってさ、あれって多分さ、メレンゲを泡立てて、まあ、いろいろ色つけたり、まあ、間にちょっとクリーム挟んだり、まあ、いろいろ多分作り方すごい難しいんですよ。あれを綺麗にあの形にするには。だけど、そんなに手間のかかる料理で、見た目は綺麗なのにもかかわらず、まあ、味はメレンゲと砂糖の味がするしかしなくて、食べた気がしないから、私もさ、マカロンはさ、積極的に買わないんだよね。そう、千葉にね、住んでたことがあるんですけど、結構ね、都内の駅中とか、ああいうところの、お店っておしゃれなのが多いわけ。したらね、なんか、一時期流行ってたじゃん。テレビで、マカロンとか。めっちゃ並んでるんだけど、おしゃれな女子は買っていくんだけど、私はどうしてもそういうのは手に出せず、まあ、お土産とかでね、いただいた時だけ、ありがたく、おしゃれ女子になった気分で、向こうで食べておりました。はい。わかるなぁ。まあ、モナカはね、人それぞれだと思いますけれども、周りの皮がさ、しなってなったのが嫌だとか、言う人も結構いますね。はい。まあ、私結構モナカ好きなんですけど、皮、パリパリの皮と中身がさ、別になったモナカとかが売ってあるのわかります？もう、初めから作られてるやつじゃなくて、サクサクを保つために、自分で、セットするタイプのものを、昔ね、見つけたことがあって、それはこの、ちょっと、自分で、お菓子を手作りする感覚を味わえるっていうか、ちょっとね、工作をしてるみたいで、すごい、楽しかった、美味しかったね、覚えがあります。はい。皆さんのね、そういったメッセージたくさん募集していますので、ツイキャス、それからメールでもね、ぜひ、聞きたい曲と揃えてリクエスト曲も待ってますので、送っていただきたいと思います。アドレスは 797@fmginowan.com まで送ってください。それでは、一曲、お届けいたしましょう。キャリーパミパムで、キャンディーキャンディー。
続いてはこのコーナーです。ワッター自慢自慢のコーナーです。このコーナーでは宜野湾市民から寄せられた街ネタを紹介していくコーナーです。宜野湾市内の各地に散らばる情報員から届いたとっておきの街ネタを紹介していくコーナーです。さあこちらね、あの皆さんからの、新しいお店がオープンしたとか、コンクールで優勝したとか、イベントが開催されますよとか、そういうメッセージもたくさん募集しているんですが、今日は、ございませんので私から紹介したいと思います。まあ、あのお菓子がテーマなので、せっかくなのでね、宜野湾市内で何か美味しいお菓子屋さんがないかなと思って、あの私結構和菓子も好きなんですけど、沖縄でね和菓子ってあまり、なんだろう、京都とかさ、ああいうところみたいに有名じゃないから、どこがあるかなと思ったけど、昔ながらの長く続いてるあのうさぎ屋っていうね、あのお店があるのをご存知の方いらっしゃいますでしょうか。まあ、かなりね、あの地元奥になるんですけど、宜野坊、宜野湾ボールですね、が宜野湾のね長田交差点から、前原交差点に降りてくるところ、ガネコ交差点から、前原交差点に降りてくるところにあるんですけど、そこのボーリング場ね、宜野湾ボールの向かいに、うさぎ屋っていう、まあ、和菓子も洋菓子も両方置いてあるんですけど、お菓子屋さんが、あります。もう私沖縄、ま、あの転勤族だったんで、あちこち内地を転々としてたんですけど、もう私が沖縄に来てからも全然あるし、多分長らくあって、昔はね宜野坊沿いにあったんだけど、ちょっと前に移転して、道路を挟んだ向かい側に、移動して、ちょっと綺麗になってます。イートインのコーナーとかもあってね。で、あのこちら有名なのが卵プリンがね、昔から有名で、 EM 卵を使ってて、あの卵のね殻にあのプリンを流し込んだものが有名なんですけど、結構ねいろんなお菓子があって、私がね一番ヒットしたのは、おっぱいまんじゅうっていうのが、おっぱい大福だったかな、あのまあ、見るからにおっぱいなんですけど、まあ、中にねいちごが入ってて、あのちょっとピンク色のお餅でくるまれた、ものとかもあってですね、今日はあのお菓子、和菓子派洋菓子派ということで、いちご大福もいいね、プリッとはみ出たいちごを見るとついつい買ってしまうと、メッセージもいただいておりますけれども、いちご好きな方にはたまらない、もので、ですね、はい。さあこういうね結構いろいろ売ってるんですけれども、ここの、うさぎ屋さん宜野湾ボール向かい、他にもねアイス大福とか、あとはあのタームパイとか沖縄ならではのお菓子とかも、置いてあるので、ぜひ近くに住んでる方は行ってみるといいですよ。あの結構美味しい差し入れとかにもね、おすすめのものもたくさん売ってるいるので、足を運んでみていただきたいと思います。ワッター自慢自慢のコーナー。このコーナーではですね、宜野湾のいろんな街ネタを募集しています。さっきも言いましたが、お店がオープンしたとか、あとは、あの、面白い特技を持っている人がいるよとか、自分こんな特技がありますっていうような、紹介でも全然大丈夫ですので、宜野湾に関すること、何でもいいので、たくさん情報を送ってください。メールアドレスは 797@fmginowan.com。メールアドレスは 797@fmginowan.com でお待ちしています。電話番号は 098-943-0094。098-943-0094 でお待ちしています。ワッター自慢自慢のコーナーでした。さあ時刻は8時18分を回りました。こちらでメッセージどんどん紹介していきたいと思います。初めてのコメントいただきました、シルビアさんからです。はい、たーい、初見です。沖縄出身の栃木住みです。私はタームパイ好きだよ。これは和菓子に入るのかなとコメントが入っておりますけれども、今ねミキサーのゆきちゃんと一緒に、一体タームパイは和菓子なのか洋菓子なのかっていう話をしましたが、まあパイが使われてるから洋菓子じゃないかという話になりました。まあ、中がねなんかちょっとあんこっぽいから、食べた感じは和菓子っぽいですね。で、内地からツイキャスで見ている一服堂さんからは、タームパイ知らないとコメントが、入っています。タームって例のタロイモでしょうというコメントも入っておりますけど、まず私ねタロイモが全然ピンとこないんだよね
単語の方が分かりやすくないっていう感じなんですけれども、まあこれうちなんちゅならではですね。まあタームって、まあ、お芋を、タームパイってその芋をですね、蒸したり、お砂糖を加えて混ぜて、まあ、要は、あんことか、まあ、スイートポテトほどは甘くないんだけど、それを、小麦粉とかバターとか塩で混ぜたパイ生地で薄くね、周りを包んで、このタームあんっていうのかな。これを油で揚げたものが、タームパイになります。ぜひお手元に携帯、パソコンがある方はググっていただければ、すぐ出てくると思いますけれども、結構ね、いろいろお店とかによってね、いろんな味があったり、結構懐かしい味がするので、うちなんちゅにはかなり身近なんじゃないでしょうか。はい。シルビアさん、なんと沖縄から出てまだ3ヶ月だということで、来週沖縄に帰るよと、メッセージをいただいております。ぜひね、FM ギノワンにも、ギャラリー観覧もできますので、顔出したり遊びに来ていただきたいと思います。はい。皆さんからの、メッセージ、どんどん募集しています。今日のテーマは、お菓子、和菓子派、洋菓子派です。皆さんの好きなお菓子、それから手作り、得意の手作りお菓子、今食べたいおやつまで何でも大丈夫なので、ぜひメッセージを送ってください。ツイキャスやユーストリームでもコメントできますので、そちらからもご覧いただきたいと思います。さあ、それでは、ここで一曲お届けいたしましょう。リクエスト曲がいいかな？どっちがいいかな？私が選んできた曲一曲いきましょうかね。ガーナで、流れている今の、失礼いたしました。ここでですね。ああ、はい。失礼いたしました。嵐の曲行きましょうかね。バレンタインに聴きたい一曲。ラブソースイート。お届けした曲は嵐でラブソースイートでした。さあ、ここで一曲メールご紹介していきましょう。いみっちゃんおじさんからいただきました。ありがとうございます。皆さん、おはようございます。いみっちゃんおじさんです。今日のテーマ、お菓子、あなたは和菓子派、洋菓子派？おじさんは和菓子でも洋菓子でもいける派です。甘いものが大好きなんよね。口ではダイエットしてると言いつつ、ジムで汗を流したり、コンビニで甘いものを買っちゃうダメ親父です。いるねーっていうか、まあ、大体の人はそうでしょう。頑張ってダイエットって言ってね、走ったから、別に、ちょっとぐらい食べてもいいよねって言って、消費したカロリー以上のものを食べるというね、悪循環に陥りますけど、運動した後って食べたくなるんだよね、疲れると。和菓子は何か行事がある時しか家にないから洋菓子を食べる機会が多いかな。近所にお菓子屋さんが多く、
多く立ち並ぶけど、和菓子はなかなか見ない気もしますね。今年のバレンタインデーは日曜日ってこともあり、がっかりしている子供たち多いかもね。ああ、そっか、確かに。おじさんが子供の頃はチョコをもらう予定もないのに、みんなそわそわしているし、知らないふりして机の中を手で探したり、放課後とかも、なかなか家に帰らずに教室にいたりしてました。今思えば笑っちゃいますね。今の男の子たちももしかして昔と変わらないことをしているのかなと、懐かしいあの頃の思い出話をイミッチャおじさんからもらいました。ありがとうございます。バレンタインで、そっか、日曜日だと学生はそうだよね。私も小学校6年間同じ男の子にあげたことを あげてたんですよ、ずっと。まあ、女子はね、あげる側なので、まあ、渡してしまえば、もう自分は渡すっていうのは決めてるから、いいけど、男の子はもらえるかもらえないかもわかんないで、その日を過ごすんだもんね。これはね、女子にはわからない感じだけど、もらえたのかな？イミッチャおじさんは。私も結構ね、机の中はちょっとバレやすいから、私が入れたのは、今考えると汚いけど、バレないように、なんか上履きの、袋が机のね、横にかけてあったんですよ、当時。学校でね。そこに、なんか入れて、で、たまたま席が近かったから、入れといたから食べてね、みたいなのを言ったりしてましたね。淡い懐かしい思い出ですけれども、はい。懐かしいこんな話、ちょっと淡い気持ちになりますね。学生の皆さんなかなか聞いてないと思いますけれども、お父さんお母さん、子供をお持ちの方いらっしゃると思いますので、あなたのお子さんは一体、そわそわどうしてたか、教えていただきたいと思います。まだまだメッセージ募集していますので、リクエスト曲も一緒にね、送っていただきたいと思います。中野町の和樹さんから、リクエスト曲をいただきました。ここで一曲お届けいたしまし、あ、音源いきましょうかね。リクエスト曲。はい、CM。あ、CM、リクエスト曲、今日はちょっと失礼いたしました。一度じゃあここで曲をいきましょう。中野町の和樹さんからのリクエストで、ザ、キャロルコーズザ・コーズのオールラブ・イン・ザ・ワールド。お届けしているのは中野町の和樹さんのリクエストでザ・コーズ・オール・ラブ・イン・ザ・ワールドです。さあ、ここでですね、ライブの告知の音源が届いておりますのでお聞きください。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、お元気ですか？琉球交響楽団フルートの前田恵里子です。バイオリンの吉川恵里奈です。ビオラの国吉幸子です。琉球交響楽団は今週の日曜日2月14日にコンサートを企画しています。なんとコザミュージックタウン音市場で初めてのオーケストラのコンサートです。琉球交響楽団室内楽シリーズボリューム5、琉球シンフォニーオーケストラ in 音市場、
もっと暮らしに音楽を、と題してコンサートを行います。この室内楽シリーズは子どもから大人まで一緒に楽しめるということで大人気のコンサートなんです。今回はもっと暮らしに音楽を、とあるように、朝起きてから夜寝るまでの生活のさまざまな場面にふさわしい音楽を探っていくという内容になっていて、クラシックの名曲や映画音楽を美味しいとこ取りでお楽しみいただけます。映画音楽を生のオーケストラで聴けるって豪華じゃない？豪華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 。2月14日コザミュージックタウン音市場にて、午後3時開場、4時開演。前売り券一般は2000円、高校生以下が1000円、当日はそれぞれ500円増し。小さなお子様の膝上鑑賞は無料です。ドリンクついてます。お問い合わせご予約は琉球交響楽団電話090-9783-7645、 090-9783-7645、 またはミュージックタウン音市場電話098-932-1949、 098-932-1949 まで。その日は世の中バレンタインデーですが、それとは関係あってもなくても楽しくホットに過ごしたい方、ミュージックタウン音市場に集合。ライブのイベントの告知の情報をお届けいたしました。この後は突撃あなたの朝ごはんを教えてお送りします。突撃あなたの朝ごはん教えてです。このコーナーは FM ギノワンのスタジオからパーソナリティがあなたに直接電話をかけて今日の朝ごはんを教えてもらおうというちょっと迷惑な企画です。さあ早速かけましょうかね。はい、はい、かけております。起きるかな。さあなんと撮ったかな？もしもし？おはよう。おはようございます。起きてた？起きてた。あ、さすがです。じゃあ、まず、お名前から教えてください。はい、静か！おはよう。昨日は飲んでたということで。あ、そう？本当？そうだよね。頭痛かったりはしませんか？今日は。大丈夫そうには聞こえないけど。今日は何時に起きたんですか？
起きてた。そう、そうか、そうか。ですね、このコーナーは、突然電話をかけて、今日の朝ごはんを聞くっていうコーナーなんですけれども、はい、もう朝ごはん食べましたか？今からです。じゃあ、もう作ってる？うん。そうだね。今からだね。今からか、今からか。今日の朝ごはんは何を食べるんですか？はい、大丈夫か。トースト。トースト鉄板だね。あのね、先週もね、トーストだったよ。うん、私の友達、そうそうそう。あの、うん、トースト結構食べ方人それぞれいろいろだけど、うん、どうやって食べるの？バターと蜂蜜。あ、蜂蜜かけるんだ。うん、先週はなんかあのバターとバターだけの時もあるけどジャムかなとかって言ってたけど、蜂蜜うまいよ。うまい？うん。シナモンとかかけないの？これ毎週私おすすめしてるんだけど。シナモン苦手なんだよね。え、苦手なの？そうなの。あ、そっか、意外。そう？うん、でも結構好き嫌い多いよね。そうだね。アップルパイは好きなんだけどね。私アップルパイはね、あんまり好きじゃないんだよね。趣味がなかなか。いいよね、でもね。あの、あったかくしたさ、フルーツが、あの、苦手なんだよね。そうそうそう、あれは大丈夫なんだ。そう。そっか。あのシナモンはいいんだけどね。あの、ただ、シナモンが強すぎるのはダメなわけね。そうですね。はあ、じゃあまあ、トーストだったらね、すぐできると思うので、あの、二日酔いにも、あの、あまり手をかけず、大丈夫だと思いますので。そんなことないんだけどね。決めつけてるけど。元気に、あの、今日も一日過ごしてくださいね。はい。朝からありがとうございました。はい。バイバイ。じゃあ、バイバイ。はい。さあ、今日の静香さんの朝ごはんは、トースト。先週に引き続きトーストということで、バターと蜂蜜をかけるということでした。以上、突撃あなたの朝ごはん教えてでした。クワッチーサミタン。さあ、ここで一曲お届けしましょう。バレンタインデーということで、家入りレオでチョコレート。
時刻は8時39分を回りました。 FM ギノワン、ギノワン市キリナ普天間デーゴ通り沿いにあります FM ギノワンのスタジオから、私アズアズこと能宮さんが1時間半生放送でお送りしています。さあ、メッセージいただいてますのでご紹介していきましょう。ラジオネームミッドナイトスターさんからいただきました。7時前に送ってくれているということでありがとうございます。皆さん、ここからですね、全くテーマとは関係ない非常に、独特のメッセージいきたいと思いますのでよろしいでしょうか。ミッドナイトスターさんからメッセージいただきました。宜野湾市民の皆様、あずよし様、誰やねん。スタッフ様、今このラジオを聞いている方々、別に聞く気はないけどたまたま聞いているよって方々、ミッドナイトスターから朝の挨拶があります。おはようクシャテリア1 はい、それではプログラム2番に行きたいと思います。プログラム2番は今日のテーマ、帰国子女のあずよし様に方言を教えようですね。皆様、これね、メッセージ読んでるけど私の言葉じゃないですからね。はい、レッスン1、パンティージョーグ、パンティージョーグ、意味、山内さん。使い方。はい、ナンシー、パンティージョーグはコザにいるんですか？はい、意味不明でございますけれども、これ、これね、意味わかるかな？これでもまだメッセージの半分なんだけどさ、あのね、ジョーグって沖縄の方言で、なんかね、好きとか大好きって意味なわけよ。なので、今、何を言ってたかというと、帰国子女でもないけど、あずよし様に方言を教えようのこのコーナー、レッスン1、パンティージョーグとは、パンティー大好き、パンティー大好きって言ってるのと同じですね。はい。非常に意味がわかりませんが、続きのメッセージいきますよ。あずよし様、今から嘘をつきますが、なぜ金曜日がフライデーっていうかわかりますか？それは、ライト兄弟が初めて飛行に成功したのが金曜日だからです。これ嘘ですね。はい。嘘です。嘘ですよ、これ皆さん。それでは、プログラムも残りわずかになりました。プログラム54。急に飛びましたね。最後の締めですね。それでは皆様、お手を拝借。あなたは、恋愛線が薄いですね。お、でも大丈夫。待ち人はきっと来ます。あと7年待ちましょう。長いなぁ。ラッキーアイテムは元彼の私物。では、また来週ということで、ミッドナイトスターさんから非常に長文のユニークなメッセージをいただきました。皆様、別にテーマに関係なく個性を出したメッセージも、大歓迎ですので、送っていただきたいと思います。面白いメッセージありがとうございました。朝から笑わせてくれますね。もう意味が分かんなかったと思います、ラジオで聞いてる人は。まあ、うちなんちの皆さんはね、この人何言ってんだって朝からね、思ったと思いますけれども。はい。さあ、そしてですね、もういつ読みましょうかね。ラジオネーム、かっちゃんからいただきました。ゆきちゃん、俺のあずさ、モーニングエイト、お聞きのリスナーの皆さん、おはーずりんこ、おはゆきんこ、バレンタインチュー、バレンタインチュー、もうすぐかーって歌詞、間違ってるやろう。非常にテンション高いメッセージ多いですね。先週のあずの大発表で少しショックだったなー。でも、休む前までギリギリまであず頑張ってやー。あ、これね、先週の、いつもね、この後9時から、赤ちゃんいらっしゃいっていうアイレディースさん提供の、番組を持ってるんですけれども、そこで発表させていただいたんですけど、モーニングエイトでも、報告しておきますね。実は私二人目を妊娠中でございまして、ただいま6ヶ月に入っております。はい、そうなんですよ。衝撃の、なかなか、ツイキャスとかユーストリームとかで見てる方はわからないと思いますけれども、お腹もね、だいぶ出てきておりまして、ただのデブだと思われると嫌なので、皆様にも、知ってていただきたいと思いますが、ギリギリまでね、喋りますので、応援しておいてくださいませ。はい、そうなんです。実は二人目ということで、6月末出産予定なので、ギリギリまで喋って、まあ、2、3ヶ月ね、お休みしてまた戻ってくるつもりですので、応援よろしくお願いします。さあ、テーマ、お菓子。あなたは和菓子派、洋菓子派？俺はですね、洋菓子ですかね。ケーキ大好きです。特にショートケーキ以上。ということで、メッセージをかっちゃんからいただきました。お、チョコレート、あ、ショートケーキね、好きな人多いですね。ツイキャスのコメントでも、
生クリームたっぷりの、ホイップクリームじゃない、ショートケーキ好きっていうメッセージも先ほど入っておりましたけれども、まあこれは王道でしょう。で、上に乗ってるね、いちご、好きな人多いと思いますけれども、お腹空いてきますね、昼前になってくるとね。さあ、ここでですね、この次は、チュラガンジュ体操のコーナー。金曜日はなかなかタイミングがうまくいきませんけれども、パソコン目の前にある方はぜひ、チュラガンジュ体操と検索して一緒に踊っていただきたいと思います。準備はよろしいでしょうか？それでは、行きたいと思います。チュラガンジュ体操のコーナーです。せーの！さあ、レッツダンシング肩回し長寿沖縄昔の話今じゃ漫画日本一これでいいのか自問中それでは踊っていただきましょう拍手2回左に一周チュラガンジュ体操右手で力こぶ繰り返します。両手を広げて閉じます。繰り返します。ちょっと待ってのポーズ。でもちょっと待ってメタボリック体をひねります。リズムを取ります。右からおいでおいで反対リズムを取ります。3歩進んでイエイ下がってイエイ繰り返します。膝タッチ4回歩いていくのは難儀だからマイカー使っていきましょう。ちょっと待ってのポーズ。でもちょっと待ってメタボリック気をつけて体をひねります。リズムを取ります。右から万歳右から下ろして横を押します。左手から万歳左から下ろして横を押します。膝肩バツ足踏みストレッチ猫ぎリズムを取ります。空手の突きを4回受けを4回リズムを取ります。右に一周今日も元気に頑張りましょうね。握手2回モーニングエイさあ、時刻は47分を回りました。元気よくチュラガンジュ体操踊れましたでしょうか？これね、あずさんおめでとうございます。この前体操がぎこちないって言ってすまんかった。そういう理由があったんだね、とメッセージをいただいておりますけれども、これね、別に今までの体操が私が妊娠してるからだったんじゃなくて、普通に、ただただ、踊れなかっただけなので、皆さん全然ね、気にしないでいただきたいと思います。これね、結構ね、YouTube 見ながら、踊るって難しいんですよ。だいぶ、ちょっと半分ぐらいはね、覚えてきたので、ここから、まあ、本領発揮？他の曜日の人も見てるけど、よくあんなに上手に踊れるなと思うぐらいタイミング合ってるからさ、みんな覚えてきてるのかなと思ったりもしますけれどもね。はい。さあ、メッセージ来ているので、どしどし読んでいきたいと思います。ラジオネームエコザイルさんからいただきました。ありがとう。あずあずおはよう。はじめました。エコザイルス。火水木はメッセージ送ってたけど、金曜日は初めて出す。よろしく。ありがとう。金曜日もウェルカム。実は私たまにね、他の曜日も時間があるとき全部は聞けないんですけど、ちょろっと聞いていたので、あ、エコザイルさんっていうリスナーさんもいるんだなと思っていたんですが、ようこそいらっしゃいました。ぜひあずあずもよろしくね。自分は甘いものとかあまり好きじゃないので、どちらかというと和菓子派かな。塩せんべいとか好きだな。それと、脈仏？これ都の方言だそうです。脈仏っていうのが都の方言って意味ね。脈仏で、鍋パンピン。違うな。鍋パンピン。
ですね。これ平屋地のことだそうです。宮古の方言で平屋地のことを鍋パン瓶ということで、これはお菓子に入るのかな、教えてあずあず、じゃあ後からやーということで、なるほどね、初めて聞いた。まずあの本土で聞いてる方は何言ってるか意味わかんないと思いますけれども、平屋地っていう小麦粉を、まあ、薄く伸ばしたクレープみたいな感じのね、沖縄のねお菓子があるんですよ。でなんかニラ入れたりとかソース塗ったり、結構学生の頃はパーラーとかであの帰りがけに買ってみんなで食べたりとか、してたんですけど、これ平屋地はさ多分これ食事じゃないかな。でポーポーお菓子じゃない、うん、ポーポーで、内地の方はまたね、何それって感じだと思いますけど、ポーポーは黒糖とかそういうのを混ぜた、もうちょっと甘い、お菓子かな。まあ、これもね、沖縄独特ですけれども、まあ、平屋地はご飯で、まあ、似ているけど、ポーポーはお菓子かな。これ美味しいんだよね。そうそう。なので、ぜひね、普通にどこでも作れると思うので、軽いお菓子とか子供のおやつとかにもいいと思いますよ。はい。沖縄の方言も勉強できるメッセージ。エコザイルさん、ありがとうございました。どちらかといえば和菓子派とかで、せんべいね。せんべいも沖縄、お菓子に入るね、確かに。ボリボリ、お腹が空いた時には歯ごたえもありますし、ちょっとお腹空いた時、甘い砂糖がいっぱい入ったの食べるよりはせんべいの方が私もいいかなと思って、たまにね、持ち歩いたりしてることもあります。はい。メッセージありがとうございました。ここで、もう一曲、曲を、お届けいたしましょう。ファンキーモンキーベイビーズで告白。時刻は8時54分を回りました。
FM ギナワン、ギナワン支給な普天間デーゴ通り沿いにあります FM ギナワンのスタジオから私の宮地さんが生放送でお送りしています。さあ残り時間もわずかになってまいりました。今日もねたくさんのメッセージをいただいておりまして、今日のテーマはお菓子ということで募集いたしました。ツイキャスの方でもね他にもいろいろとメッセージをいただいておりまして、千葉県からメッセージをくれているハッチさん、千葉には最強のモナカ、ピーナッツモナカがあるよというメッセージも入っております。一つ食べきるのはまるで罰ゲーム。そうなんだ。すごいピーナッツがぎっしり入っているんでしょうねきっとね。他に、マックのチョコポテトは洋菓子でしょうか。これ食べた人いるかな。マックのチョコポテトね、これかっちゃんが食べてるみたいですね。あれめっちゃうまいけどチョコの方が買ってるしめっちゃ甘いと。まあ、あれも一応お菓子に入るかな。結構ね何がお菓子で何が和菓子で何が洋菓子なのかっていうお話もたくさんありましたけれども、週末バレンタインということで、皆さんね手作りされる方もいらっしゃると思いますけれども、美味しいもの食べて今日も元気に一日過ごしていただきたいと思います。この後は赤ちゃんいらっしゃい、引き続き時間がある方はお聞きください。今日金曜日担当はアズアズことノーミアズさんが生放送でお送りしました。また来週お会いしましょう。今日も元気に一日お過ごしください。バイバイ。